皆さんこんにちは。今回から家政文化ですね。江戸時代大きく三つ、官役源流と来て三つ目の家政、えー、文化ですね。見ていくことにしましょう。参ります。家、え、政、ー、文化、江戸の町人文化とあります。鈴木春信なんかから始まるね。浮世絵がこの時代の特徴を具体的に見ていきましょうね。東洲斎、社楽、葛飾北斎と言ったら学三十六系。歌川広重、安藤広重ともいます。と言ったら東海道五十三次。 実際ね一緒に見ていきましょうはいでは見ていきましょうまずは火星文化全体像です成立体系特徴とありますがまずは文化・文星時代これを「火星」なんて言ったりするね「文化・文星」のねこれで「火星文化」 なんんていう,ふうに言ったりするんでするでがその家政文化もちろん徳川家斉のこの頃が中心ではありますが実際のところはこの八代吉宗以降ね江戸の後半がだからちょっと前までやった元禄文化ともその時期もかなり長いしね勉強する量も少し多めだと思ってください。でその家政文化の特徴は町人文化ってことは前にもやりましたよね。だけどあの時は上方の豪商とかだったよね。ここは江戸の その豪商というリッチな商人じゃない普通の商人も含めた江戸中心の町人文化江戸中心の町人文化というところになりますちなみにこの徳川家斉は大御所時代なんていう時代の人でこの大御所時代はほらあんまり改革中改革もやらずにね家斉自身が無類の遊び好き遊び放題遊びまくったっていうことで文化が反映したっていうこともあったんですね。ととか通がままれたここの時代中身見ていくことにしましょう ははいいい早速ね今日は絵がいっぱいありますまずは美人が鈴木春信でね錦絵って何気に大事なんだこの「断禁美人」琴を弾いている美人ということなんですけれどもこんなポイントは錦絵多色刷りの版画これ版画で作ってるんですよ。 こう文字をね一個一個筆で書いたわけではなくてこの赤っぽくなるようなところねこれ半切って作って赤いインクつけてパターンねそれから黄色っぽくなるようなここを出っ張るような形にしてインクつけてパターンみたいなねこのちょっとオレンジっぽいというか赤に近い色インクつけてパターンねというふうにカラーハンガカラーハンガおなんかまた見たことあるような花が。 かこれみたいなそんなこの花も含めて版画で作っている版画で作るということは何が言える版画で作るということはこれ要はたたくくささんんんんつけるるるだだよよ作れるんだよわかる多色ずりでカラーでねたくさん印刷できる今まではだから一点もの一個しかない今みたいにインターネットとかでたくさんのものが見られる時代じゃないからなかなか本物見られないしほら前の時代は合唱。 スーパーパ持ちの人だってそんなにいっぱい本物ないしねだけどこれたくさん印刷できることになれば一枚の単価っていうかさ値段も下がったりね多くの人が手にすることを目にすることができるようになったそんなのもポイントなんです。その錦の錦絵始まりが鈴木春信あとは同じ時代の美人画としては北川歌麿。 本ね、ポッピンを吹く女なんていうのが有名だったりしますがこんな形ですねこれ10本というぐらいで10種類あったりするその中ですごく有名なこの美人が歌まろあちなみに歌マロのマロ注意してね歌マロのマロなんだけどノリノリで歌マロって書いちゃう人いるこれ違うからね,ここ違うからね下は石じゃなくてフロノロですから。 後でね総理大臣近衛文麿とか出てくるんですけどでですねでこの美人画もそうだし役者絵これもそうなんですけれどもこれ大首絵といって上半身とかかか顔のドアップなんかが多かったりする実際にこれ市川エビ像これこれ以外にもね「大谷おにのやっとやっこエドベイ」とかいろんなのがたくさんあるんだけど共通点としてはでかくない顔が。 でそれこそこれ今でもさこんな感じでアニメやったりするけれどもちょっとほら浮世絵実際の現実離れした感じのねこれこんな顔高くないだろうみたいにでっかく描いてあったりとかでもそれがすごく独創的で流行ったんだよね美人画として歌丸それから役者へと来ては写楽ですね東州祭の週この時代は三隋をつけることが多かったというところ市川恵比蔵以外にも作品あるからこの東州祭写楽がこの時代の 浮世絵師なんて短い期間ですごい数のね作品を残した人なんだけど写楽ね歌物は美人が写楽は役者へそれしかないわけじゃないけどそれがすごく有名というふうな形で入手用としてね学校の試験用としてね抑えてくれればオッケーかなと思いますまずはその始まりが何気にね鈴木春信の錦絵が重要ですはい続いて浮世絵ですが四番ですねこれも有名ですね富岳三十六景 葛飾北斎富嶽三十六景、葛飾北斎というところになります。で、この葛飾北斎富嶽三十六景。富嶽って何ですか。富嶽って何ですか。富な嶽ですよ。富の山岳。これ富士山なんですね。マウント富士。で、この富士山について。三十六枚の風景が。風景。これも版画。 有名ですね。見ておきます。いっぱいありますけれどもね。こんなのが、こんなのが、これ富岳三十六景。注意して、波がざっぷンなんて激しかったりしますけど。これ何の絵ですか。波じゃないですからね。富士山、どこあるどこある?。うんこれ、ね。これね。これが主題だったりする。もうどでかくどでんと富士山が書いてあったりね。こんなちっちゃくだったり、さまざまな、いろんなところから見た。三十六枚の富士山の絵。これを富岳三十六景。 ね、いうふうな形でね暇があるとこれ36系見てみるといいですよかなり楽しいわこんな富士山こんな富士山、まあ、でもね56枚見るとだんだん飽きてくるけどねまあだけどそんな「風学36系」これ葛飾国際化星文化そしてこれも有名ですね歌川広重別名安藤広重東海道五十三次まずご存知でしょうか 覚えてるでしょうか江戸の政治のところでもちょっとやった東海道って東海道江戸からね京都まで行く道のりなんですがこれ宿場の数が何個あった宿場の数が何個あったうん分かんないじゃなくて考えてもうなんかバレバレじゃないですか53ね53ねその宿場の数が53あってその53あった宿場についての絵を描いてるんですよ。ちなみに本当にリアルにこの宿場の始まりどこ 宿場というか東海道の一番最初は中山道でもみんな一緒なんですけど日本橋日本橋ってこんな様子ね日本橋こんな様子だったといってこれずっとその53の宿場について絵が描かれていたりするね今の日本橋は実際ねもう高速道路とか走ってて随分ちょっと違った感じだったりするんですがこんな見えるかな日本橋ってちょっとちっちゃく書いてあったりとか。 あとは有名なところでこれ神原で「ば原」でまあ雪が美しかったり雨のシーンとかね実際にこの日本橋から始まって品川ね神奈川ね川崎飛ばしちゃった川崎神奈川ね戸塚保土ヶ谷飛ばしちゃったなんてこんな宿場の数を53実際にもうちょっと数あるんですけれどもこんなんが東海道53次ごちゃしないでね「富岳三十六景」が葛飾北斎それから「 宇川広重安藤広重が東海道五十三次共に版画でたくさん作られてね だから結構日本全国あちこちのその博物館とか美術館とかにこの作品があったりするどれも本物だったりねもちろんその版画ですからたくさんあってね、えー、それ全部が全部その当時作られたものだったり十分する可能性はあるんだよねそんなところでここちょっと長かったですけど浮世絵はやっぱり絵画見ないとね実際の絵を見ないと分かりづらいと思うからしっかり写真集なんかを見ながら勉強してください。